ピーター・ h レイブン、ピーター・ハミルトン・レイブンは、アメリカ合衆国の植物学者である。ミズーリー植物園の園長を長く務め、名誉会長に任じられた。中華民国上海市に、アメリカ人の両親のもとに生まれた。父親のおじは、第二次世界大戦前の中国で最も裕福な、アメリカ人の一人であったが、金融上のスキャンダルで投獄された。このことや、 日本の中国進出によって、霊文家は1930年代後半にサンフランシスコに帰国した。若い持ち代からカリフォルニア科学アカデミーの会員になり、カリフォルニア大学バークレー校を卒業し、1960年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校から植物学の博士号を取得した。スタンフォード大学で教えた後、1971年に、 ミズーリ植物園の園長となり、その職を2011年まで続けた。著書には、ポール・アール・エリックと共著のバタフライズ・アンド・プランツ、エース・タディー・イン・コ・エヴボリューションや赤羽中に関する多くの論文、著書を執筆した。エバートとエイク・ホーンと共著のテキスト、バイオロジー・オブ・プランツを執筆した。中国科学院の編纂した、中国植物誌の英語版、フローラ・オブ・チャイナを、 おすすむいつ、井ういさおもとともに編集した。1986年に国際生物学賞、2000年にアメリカ国家科学賞を受賞したほか、国際植物分類学会のエングラーメダルやコスモス国際賞2003年などを受賞している。2000年にアメリカ植物分類学会は、植物分類学や非科学者への啓蒙のための優れた、 著作の著者に贈られるピーター・レイブンアワードを創設した。PH ・レイブンは植物の学名で命名者を示す場合にピーター・ハミルトン・レイブンを示すのに使われる。ありがとうございます。